エンペラー・オブ・インディアは、イギリス海軍の戦艦、アイアン・デューク級。艦名は当初は、デリーと命名される予定であったが、浸水の1ヶ月前に変更された。エンペラー・オブ・インディアは1912年5月31日に、バローイン・ファーネスのビッカース社で寄港。1913年11月27日浸水。1914年11月10日に収益した。後、 エンペラー・オブ・インディアは、グランドフリートの第一戦艦戦隊に編入された。ついで第4戦艦戦隊に編入され、エールダフ少将の機関となった。1915年7月、スカパフローでの艦隊関越の際に、ジョージ5世が、エンペラー・オブ・インディアを訪れた。1916年のユトランド沖海戦に時は、インバーゴドンで修理中であり、ダフ帝徳の機関は、 スパーブに変更されていた。1917年、エンペラー・オブ・インディアは、マール・バラと交代で、第一戦艦戦隊機関となった。第一次世界大戦後の艦隊削減を生き残り、1919年に地中海艦隊に編入された。1929年に退役し、1931年9月1日に、標的艦として沈められた。翌年引き上げられ、 1932年2月6日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。